アトランタ、現地発音、トン・リットル・エヌは、アメリカ合衆国のジョージア州北西部に位置する都市、同州の州都、最大都市であり、また、フルトン郡の郡長所在地である。地域の大部分は、フルトン郡内にあり、一部当林のディカー部郡にかかっている。人口は、アトランタ地域内で42万3人、フルトン郡を中心に29郡にまたがる。 都市圏では528万6728人、アセンズ・ゲインズ・ビル・ロームなどを合わせた、広域都市圏では605万4858人を数える。古くは鉄道交通のハブとして、また、免火産業の中心地として栄えた。やがて、コカ・コーラ、デルタ航空、CNN など、多数の大企業が本社を置くようになり、ジョージア州のみならず、 アメリカ南部の商業、経済の中心地としての役割を担うようになった。1990年代に入るとアトランタは、アメリカ南部に留まらず、国際的にも影響力を持つまでになり、先進国の都市の中では最も高い成長を遂げている都市の一つに数えられるようになった。経済面での国際的な影響力に加え、世界で最も忙しい空港と呼ばれる、ハーツフィールド、 ジャクソンアトランタ国際空港を全面に抱え、1996年の夏季オリンピック開催地としても世界的な知名度を有するアトランタは、2014年アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第36位の都市と評価された。アトランタは、 南部特有の夏の蒸し暑さと冬の温暖さから、ホットランタという異名をつけられている。アトランタの南、メーコンを拠点として活動しているバンド、オールマンブラザーズバンドは、1971年に、この異名を取った、ホットランタという楽曲を発表した。アトランタの住民は、アトランタンズと呼ばれている。1815年頃のインディアントレールが示された。 アトランタ周辺の地図現在アトランタという都市が存在しているこの地には古くはスタンディングピーチリーと呼ばれるネイティブアメリカンの村があった1822年にチェロキー族とクリークス族がヨーロッパ人入植者に土地を割上しこの地にリケーターという名の入植地が建設されたその後まもなく非公式の取引所がヨーロッパ人の入植地へと発展し スラッシャービルと名付けられた。1836年12月21日に、ジョージア州議会はこの地と中西部との通称ルートを提供するため、アパラチア山脈を越えて、テネシー州チャタヌー街と通ずる、ウェスタンアトランティック鉄道の建設案を可決した。一方、この一帯に住み着いていた、チェロキー族は、1830年に成立した、インディアン移住法の結果、 強制移住によって土地を追われた。ネイティブアメリカンの去った土地には鉄道宿用地が残された。1842年、マーサズビルと名を変えた。この町には6棟の建物が建ち、30人の住民が住んでいた。その後も、幾度か町名が変わった後、ジョージア鉄道の主任技術者エドガー・ジェトムソンは、この地をアトランティカ・パシフィカという名に変えることを提案した。 この名はすぐにアトランタに縮められた。住民はこの名に賛同し、1847年12月29日、町はアトランタという名で正式な町になった。1854年にはアトランタとジョージア州西部、アラバマ州との宗教近くの町ラグレンジとを結ぶ鉄道が開通した。1860年には、 町の人口は9554人へと増えた。南北戦争時にはアトランタは鉄道交通、軍需品供給の中心地として重要な地であった。1864年5月、テネシーから宗教を超えた北軍は勝利を重ねながらアトランタを目指して南へと軍を進めた。ピーチツリークリークの戦い、アトランタの戦い、エズラ教会の戦いなど、 アトランタ方面作戦と呼ばれるこれら一連の戦いにおいて、アトランタとその周辺、特に北側の地域は、激しい戦闘の繰り広げられる戦場と化した。1864年9月1日に、南軍のジョンベルフット将軍は、アトランタから逃れ、ついにアトランタは陥落した。逃亡にあたって、フットはすべての公共の建物、南軍の資産を破壊するように命じた。 翌9月2日に、ジェームズ・カルホーン市長は死を明け渡した。9月7日には、北軍のウィリアム・シャーマン将軍は、民間人に大使市外への避難命令を出した。ついで11月11日には、シャーマンはさらに南への、進軍にあたって、教会と病院を除いて、アトランタの町をすべて焼き払うように命じた。アトランタ方面作戦南北戦争が終わると、 やがて死の再建が始まった。1867年から1888年にかけてはレコンストラクションを確実なものにするため、アメリカ合衆国陸軍がアトランタの南西に立地するマクファーソン兵舎を占拠した。奴隷の身分から解放され、自由の身となったアフリカ系アメリカ人の助けとなるため、解放国人局はアメリカ伝道士協会をはじめとする。 解放国人支援団体と協力体制を築いた。アマは1866年、ストアーズスクール及びサマーヒルスクールというアフリカ系の生徒のための学校を2校設立した。これらの学校は1872年にアトランタ公立学区に組み入れられた。また、アマはアフリカ系教師養成の一環として、1865年にアトランタ大学も設立した。 アトランタ大学はヒストリカリーブラックカレッジと呼ばれるアフリカ系市民に高等教育の機会を与えるために設立された大学としてはアトランタで初めて設立されたもののうちの一校である。ウォッシュバーンコジーンを設立したのもアマであった。アトランタ第一改修派協会は北部の白人アマ、アトランタの解放国人の共同によって生まれた。一方、 南北戦争後のアトランタの経済的な再建に寄与したのは綿花産業であった。1838年まではこの一帯では綿花は主要産品ではなかった。しかし1870年代半ば頃までには綿花はアトランタ地域経済において鍵となる農産品としての地位を得ていた。1870年代にはアトランタは 面活み出しの内陸港湾としては、アメリカ合衆国南東部で4番目に大きい加工を有していた。1881年10月5日には、アトランタで国際面下博覧会が開かれた。この博覧会には33の州と、アメリカ合衆国外の6つの国から1013点の展示品が集まった。かつての北軍将軍、ウィリアム・シャーマンも、 この博覧会を訪れ17年ぶりに目にしたアトランタの再建に感銘を受けた。1868年にはシュートがミレッジビルからアトランタに移された。アトランタはジョージア州の歴史においてサバンナ、オーガスタ、ルイスビル、ミレッジビルに次ぐ5番目のシュートである。アトランタがシュートに選定された背景には 南北戦争後のアトランタの復興と鉄道の便の良さが評価されたことに加えて、もしもアトランタが州都に選定された場合、集会議事堂をはじめとする州の各種機関のための建物を10年間無償で提供すると、アトランタ市当局が州政府に働きかけたこともあった。1880年代に入ると、アトランタコンスティテューション市の編集者、ヘンリー・グレー・ディーは、 農業への依存度を減らし、近代化した経済に根ざした、新南部を提唱した。その実現の一環として、1885年には、高度な職業訓練、工業技術訓練を主目的とする学校として、ジョージア工科大学を設立した。またこの頃、南北戦争後のアトランタで初となる病院、アトランタ病院が設立された。アトランタのメインストリート、 ピーチスリーストリートこうしてアトランタは南北戦争から立ち直り、州の政治の中心としても、経済の中心としても発展を遂げていった。しかし、奴隷制がなくなっても人種間の緊張がなくなることはなく、むしろ高まっていった。1906年に起こったアトランタ人種暴動では、少なくとも27人の死者、70人の負傷者を出した。 1913年には反ユダヤ主義を背景とした冤罪事件もこの地で起きている。1939年12月15日、風と共に去りぬのプレミア公演が、アトランタのローズグランドシアターで行われた。この映画はアトランタ出身の作家マーガレット・ミッチェルの小説が原作である。プレミアにはクラーク・ゲーブル、ビビアン・リー、オリビア・デ・ハビランドらも訪れた。 第二次世界大戦中には、郊外のマリエッタにあった、ベルエアクラフトの工場など製造業、特に軍需産業が発展し、市の人口と経済の発展に大きく寄与した。第二次世界大戦が終わった翌年、1946年には、疾病予防管理センターが設立された。1954年、連邦最高裁判所が、ブラウン対教育委員会裁判において、 公立学校における人種分離はアメリカ合衆国憲法修正第14条に反するとした判決を下すとアトランタでも人種差別撤廃への機運が高まっていったアトランタにおける人種間の緊張はより暴力的手段に訴えるものに変わっていった1958年10月12日ピーチスリーストリート沿いに立つユダヤ教の寺院が 爆破されるという事件が起こった。このシナゴーグのラビであったジェイコブ・ロス・チャイルドは人種統合の擁護者であった。この事件は自らを南部連合の地下組織と呼ぶハンセム派の白人たちによるものであるとされた。1960年代に入るとアトランタは公民権運動の中心地の一つになった。アトランタにおける公民権運動では マーティン・ルーサー・キング牧師に加えて地元のアフリカ系の学生たちがリーダー的な役割を果たした。公民権運動において最も重要な役割を果たした団体のうち南部キリスト教指導者会議と学生非暴力協力委員会の2つはアトランタに本部を置いていた。しかし公民権運動の最中における数々の抗議にもかかわらずアトランタの政治、経済のリーダーは 憎む間もないほど忙しい都市というイメージを作り上げていた。1961年、市長アイバン・アレン・ジュニアは、その当時の南部の白人市長としては珍しく、公立学校における差別撤廃を擁護する側に立っていた。1996年、アトランタは、下級オリンピックの開催地として、世界を迎え入れた。1973年には、メーナード・ジャクソンが、 市長に当選し、南部の主要都市では初となるアフリカ系の市長誕生となった。20世紀後半においてはアフリカ系の住民はアトランタの人口構成における多数派となった。しかしその後、公害化、物価の高騰、地域経済の発展によって新たな住民が流入し、 アトランタの総人口の内アフリカ系が占める率は1990年に66.8%に達したのをピークに減少し2000年代中盤では50%台に落ち込んでいる。また新たにアトランタに流入してきた住民の中にはラテン系やアジア系もおりアトランタにおける人種構成は多様性を増してきている。1990年 アトランタは1996年夏季オリンピックの開催地に選定された。アメリカ合衆国の都市としてはアトランタはセントルイス、ロサンゼルスに続いて3番目となる開催都市であった。オリンピック開催の告知に続いてアトランタでは市の公園、スポーツ施設及び交通網の整備など大規模な建設プロジェクトが進んだ。しかし市が オリンピックに湧く一方で9000人ものホームレスが不当に逮捕されたりオリンピック関連施設の建設用地確保のためにスラムが取り壊されたりと貧困層はしわ寄せを受けた形となった。会期中の7月27日にはセンティにあるオリンピックパークで爆破事件が起こった。アトランタは 北緯33度45分18秒成形84度23分24秒に一致している。アトランタの姉妹都市の一つでもある日本の福岡市とはほぼ同位度である。アメリカ合衆国統計局によるとアトランタ市は総面積343.0平方キロメートルである。このうち341.2平方キロメートルが 陸地で1.8平方キロメートルが水域である。総面積の0.51%が水域となっている。標高は場所によってかなり異なり、おおむね225から320メートルの範囲にある。ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港付近では標高約313メートルである。アトランタの市街はチャッタフーチー川南岸の丘陵上に広がっている。 東部分水嶺はちょうどアトランタを通っている。分水海は市の南からダウンタウンまで北上し、ダウンタウンからはデカルアベニューと CSX の線路に沿って東へと方向を変える。そのため、アトランタ市南部や東部に降った雨は大西洋へと流れていくのに対し、市北部や西部に降った雨はメキシコ湾へと流れていく。このうちメキシコ湾に注ぐ方である。 市の北西を流れるチャッタフーチー川の河岸は川の自然がまだ多く残されており、チャッタフーチー川国立レクリエーションエリアに指定されている。しかしその下流では滑水時の過剰取水や増水時の汚染などが対岸のアーラバマ州や川口近くのフロリダ州との間で法的な居酒の元ともなっている。 アトランタの気候は蒸し暑い夏と、おおむね温暖で時折肌寒くなることのある冬に特徴を付けられる。アメリカが衆国先海岸や南部の多くの地域同様、欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。最も暑い7月には平均気温は摂氏27度、最高気温は摂氏32度に達する。一方、最も寒い1月でも、 平均気温は摂氏6度ほど、最低気温は1度である。しかしながら、数年に1度の寒波では、最低気温がマイナス10度を下回る寒さになり、真冬日も観測される。観測史上最高気温は、摂氏40.6度、史上最低気温は、氷点下22.8度である。年間降水量は1270ミ、mm、リメートルで、 年間を通じて平均的に降雨がある。冬にはわずかながら降雪も見られる。年間降雪量は約5センチメートルである。湿度は1年を通じておおむね高く、冬でも午前中の相対湿度は約80%、夏は90%近くに達する。ダウンタウンアトランタの業務、商業はダウンタウン、ミッドタウン、バックヘッドの3カ所に集中している。 ダウンタウンはアトランタで最も古くから発展した地域で3カ所の業務、商業集積地のうちで最大のものである。ダウンタウンには CNN などの企業の本社をはじめ、州政府、市政府の各種機関の施設、さらには市の名所も集中している。ダウンタウンの北約2キロメートルに位置するミッドタウンは1987年に ワンアトランティックセンターが完成してから急速に発展した地域でアトランタ連邦準備銀行が立地する金融センターである。ダウンタウンの北約15キロメートル、地域の北部約1、5を占めるバックヘッドはもともとは高級住宅地であったが、1980年代から中高層のオフィスビルが建つようになり、食住近接型のオフィス街へと変貌を遂げた。また、 バックヘッドは大型のショッピングモールが立地するアトランタ切手のショッピングエリアでもあり、バーやナイトクラブが立ち並ぶ観楽街でもある。ダウンタウンの中心となっているファイブポインツはアトランタの中心でもあり、アトランタマルタのターミナルともなっている。ファイブポインツの地下には各種ショップやレストラン、バーが立ち並ぶダウンタウン切手のショッピングエンターテイメントエリア、 アンダーグラウンドアトランタがある。ジョージア州会議事堂やアトランタ市庁舎をはじめ、州政府、市政府の各種機関の施設は、ファイブポイントの南に隣接する、サウスセントラルビジネスディストリクトに集中している。ダウンタウンの北に隣接する、ホテルディストリクトには、リッツ・カールトンやウェスティン、エンバシースイーツなどの高級ホテルが軒を連ねている。金融街として成長著しい。 ミッドタウンミッドタウンはビジネス街として成長を続けている。しかし、ミッドタウンは単にビジネス街であるのみならず、ビクトリア町の家屋が立ち並ぶ閑静な住宅街でもあり、美術館や演技芸術ホールが集中する芸術の中心地でもある。ミッドタウンの北には、ピードモントパークやアトランタ植物園といった広大な緑地が隣接している。 ミッドタウンの西には、ジョージア工科大学のキャンパスが広がっている。2006年初めには、アトランタ市長、シャーリー・フランクリンは、ミッドタウンマイル構想を打ち出した。これはミッドタウンを縦貫する、ピーチスリーストリートの14ブロック間を、ビバリーヒルズのロデオドライブやシカゴのマグニフィセント、マイルのような高級ショッピングストリートにしていくという、ものである。 超高層ビルの建設が進むバックヘッドのスカイラインバックヘッドはアトランタで最も裕福な地域である。加えてバックヘッドはレノックススクエアおよびフィップスプラザという2つの大型ショッピングモールを有し高級ショップや5つ星の最高級ホテルも立つハイエンドのショッピングストリートも通るアトランタ有数のショッピングエリアでもある。観楽外科が進んで一時期は 治安が悪化したものの、バーの営業時間を午前2時半までに短縮させるなど、住環境を取り戻すための政策が功を奏し、治安も落ち着いてきている。それでもなお、バックヘッドには300以上のレストラン、バー、ナイトクラブが立ち並んでいる。バックヘッドの北、アトランタス境を越えると、裕福な郊外都市である、サンディスプリングス市の地域に入る。 1996年にダウンタウンにセンティニアルオリンピックパークが開園するなど、市の努力にもかかわらず、アトランタの人口一人当たりの公園の面積は約36平方メートルに過ぎず、同程度の人口密度の都市の中では最下位に近い数値を示している。しかしそんな統計データとは裏腹に、アトランタは木の町、森の中の町というイメージを持たれている。 アトランタの中心部やバックヘッドのビジネス街からは郊外に向かって伸びる木々の天外がスカイラインに含まれることがある。1985年に設立された非営利緑化団体ツリーズアトランタはアトランタ市内に6万8千本以上の日よけの木を植えた。アトランタで最も高い超高層ビル、バンクオブ、アメリカプラザチャールストン、サバンナ、ニューオーリンズなど、 他の南部諸都市とは異なり、アトランタはオールドサウスの建築様式を継承せず、1880年代に提唱されたニューサウスを代表する都市として、中層以上の近代的な建築物を建てていく道を選んだ。アトランタの建築物は、アメリカ合衆国有数の建築設計事務所のほか、マイケル・グレーブス、リチャード・マイヤー、レンゾ・ピアノなど、20世紀を代表する。 建築家によって設計されてきた。地元アトランタのジョージア工科大学建築学部を卒業し、特にアトリウムホテルの設計でその名を知られるジョン・ポートマンは1967年にハイアットリージェンシーアトランタを設計したのをはじめ、ウェスティン・ピーチツリー・プラザホテルやアトランタ・マリオット・マーキスの設計を手掛けた。また、これらのホテルやサントラスト・プラザの立つ複合施設、 ピーチツリーセンターも、ポートマンの設計によるものである。アトランタで最も高い超高層ビルは、バンクオブ、アメリカプラザである。ミッドタウンに立つ高さ311.8メートル、55階建ての、このビルはアトランタのみならず、ニューヨークとシカゴ以外のアメリカ合衆国の都市に立つ、ビルとしては、最も高い。このビルは1991から92年にかけて建設され、 わずか14ヶ月の短期間で完成した。完成当初は、ネーションズバンクの所有で、ネーションズバンクビルと呼ばれていたが、1998年に、ネーションズバンクとバンクアメリカが合併し、バンクオブアメリカとなった後、現象のバンクオブアメリカプラザに改名された。ジョージア州会議自動州都であるアトランタには、ジョージア州政府の機関のほとんどが、その施設を置いている。 ダウンタウンのサウスセントラルビジネスディストリクトに立地するジョージア州会議事堂は、ジョージア州知事室とジョージア州議会の議場を有する、ジョージア州の政治の中枢となる施設である。1889年に建てられたルネサンス建築と新古典主義建築の様式が合わさった、この庁舎は国家歴史登録財及び国定歴史建造物に指定されている。 ジョージア州会議事堂の近くにはアトランタ市庁舎が建っている。このゴシック復興様式の市庁舎も国家歴史登録財に指定されている。ジョージア州知事官邸はバックヘッドの高級住宅街の中に建っている。アトランタは市長制を取っている。アトランタ市長の任期は4年である。アトランタ市議会は15名の議員からなる。市は12の選挙区に分けられ。 各選挙区の首位得票者及びワイルドカードで3名が選出される。市長は市議会の決定に対して拒否権を発動できるが、市議会で2、3以上の票が得られた場合には、市議会は市長の拒否権を覆すことができる。アトランタ市長社1973年にアトランタ市史上初の黒人市長としてメーナード・ジャクソンが就任して以来30年以上にわたって、 アフリカ系が市長の任についている。2001年には南部の主要都市では初めての黒人女性市長となるシャーリー・クラーク・フランクリンが市長に就任した。2005年にはフランクリンは90%の得票率で再選を果たした。現在のアトランタ市長は2010年に就任した民主党のカシムリードである。フランクリンが就任する前の市長である。 ビル・キャンベルの時代、アトランタ市政は腐敗で悪名高かった。2006年、連邦の陪審員は、キャンベルが旅行中に、ギャンブルで手にした収益をめぐって、脱税三件で、キャンベルに有罪判決を下した。アトランタは、全米でも、有数の犯罪多発都市である。モーガン・クイット農車が、毎年発表している、全米の危険な都市ランキングでは、 1994年、1995年と2年連続でワースト1であったのを含め2000年代前半までワースト5の常連であった。特に殺人の発生率が高く人口10万人あたり30件を超えていた。アトランタにおける犯罪率の高さは貧困率と失業率の高さが大きな要因であると考えられている。2003年には アトランタ警察財団が設立され、130万ドルを投じて警察力を強化してきた。その成果も出て、2000年代中盤以降は、アトランタの犯罪率は低下傾向にある。連邦捜査局のデータによると、2005年には殺人発生件数が90件、人口10万人あたりに十0 9件まで低下し、 暴力犯罪の発生率が1969年以来の低さであった。しかし、それでもアトランタの犯罪率は全米平均よりもかなり高い水準で、暴力犯罪の発生率は全米のほとんどの主要都市における発生率よりも高い。2008年には犯罪に結びつく貧困への対策として、バック・トバック・スクールというプロジェクトが始まった。これは、 貧困家庭の子供が薬物乱用やギャングへの加入などの犯罪行為に走るのを防ぐため教育用品や教育資源を支援しようというものである。このプロジェクトはジョージア・ジャスティス・プロジェクトという非営利団体によって行われている。この団体には弁護士やソーシャルワーカーが参加し、その活動資金は財団、企業及び個人からの寄付によってまかなわれている。 コカ・コーラ本社アトランタには、コカ・コーラ、デルタ航空、CNN など、全米で、あるいは国際的にビジネスを展開する大企業が、多数本社を置いている。また、北に隣接する、サンディスプリングス市には、ユナイテッドパーセルサービスが本社を置いている。アトランタ都市圏に本社を置いている、主な企業には、この他にアースリンク、アービーズ、イコーファックス、 オックスフォードインダストリーズ、サザンカンパニー、サントラスト銀行、ジョージアパシフィック、チックフィラ、ワッフルハウスなどがある。アトランタの市域内に本社を置いているフォーチュン500に入る企業の数は12社に上り、これはニューヨーク、ヒューストンに次いで全米で3番目に多い数である。また、フォーチュン1000に入る企業のうちの75%以上、及び 多国籍企業1250社がアトランタ都市圏にオフィスを置いている。かつては自動車産業もアトランタの経済を支えていたが、2006年にフォードがトーラスなどの生産拠点であった南高のヘープビルに立地していたアトランタ工場を、また2008年にはゼネラルモーターズが北東高のドラビルに立地していた工場を閉鎖するなど2000年代後半に入り、 アトランタ地域における自動車産業は衰退に転じている。しかしそんな中、韓国メーカーのキア自動車は2006年、コロンバスに近い州西部のウェストポイントに新しい工場を建設した。アトランタ連邦準備銀行アトランタには連邦準備銀行が置かれている。アトランタ連邦準備銀行はアトランタを中心にジョージア州、アラバマ州、フロリダ州の全域、 ミシシッピ州南部、ルイジアナ州南部、及びテネシー州中部、東部にわたる第六地区をカバーしている。アトランタ連邦準備銀行はバーミングハム、ジャクソンビル、マヤミ、ナッシュビル、ニューオーリンズの5都市に支店を置いている。アトランタ連邦準備銀行で発行されたベイドル紙幣には、旧冊であれば、肖像の左側に F と新冊であれば、 左上の発見番号のすぐ下に、回録と印刷されている。これは、アトランタ連邦準備銀行がカバーする第六地区を表している。アトランタ連邦準備銀行は2001年にダウンタウンからミッドタウンに移転した。また、アトランタは、疾病予防管理センターが置かれている地でもある。もともとこのセンターは、第二次世界大戦終結直後の1946年、 アトランタを含むディープサウスがマラリアの流行地帯であった時代にマラリア対策として設立されたものであった。エモリー大学に隣接して立つこのセンターは170の職種にわたる1万5000人ものスタッフを雇用している。CDC は本部の他にも全米及びプエルトリコに10カ所の支部を有している。また CDC のスタッフは地方の保健局、 入国港湾及び世界45カ国にも派遣されている。ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港アトランタの玄関口となる空港はダウンタウンの南約1 6トルに位置するハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港である。同空港はリオール格数と離着陸数において世界で最も忙しい空港として位置づけられている。2007年に 同空港を利用した旅客は約8,938万人離着陸した航空機は延べ99万4,396機に上る。デルタ航空最大のハブ空港である同空港には同社の便を中心に全米各地のみならず中南米、ヨーロッパ、アジアへの路線も就航している。1925年に自動車レース場跡地を転用して開港した。 この空港はアトランタの地域経済発展にも大きく寄与してきた。アトランタでは I-20、I-75、I-85 の3本の週間高速道路が交わる。これらの週間高速道路はいずれも幹線の高速道路で I-20 はバーミングハムやコロンビアなどへ I-75 はチャタヌーガやタンパなどへ I-85 は モントゴメリーやシャーロットなどへ、それぞれ通じている。また、I-75 を南東へ、約 130km 行った、メーコンでは、サバンナイと通ずる I-16 が I-75 から分岐する。これらの高速道路上には、グレーハウンドの中距離、長距離バスが走っている。ダウンタウンコネクターアトランタ市内では、I-20 は、東西へ、I-75 は、 北西南東方向へ I-85 は北東南西方向へそれぞれ通っている。市の中心部では約1 2トルにわたって I-75 と I-85 が同じ道路を共用しておりダウンタウンコネクターと呼ばれる片側6車線の高速道路となっている。このダウンタウンコネクターは1日の通行量が34万台に及び 全米の週間高速道路の中では最も混雑の激しい10カ所のうちの一つに数えられている。これらの幹線の週間高速道路の他にも、アトランタには全部で12本の放射線が走っている。また、位置付け上は I-85 の視線となっている。I-285 は、アトランタの地域を囲む環状線である。この I-285 は、ちょうど、 アトランタ都心部と郊外とを分ける境界になっている。高速道路網の整備が進んでいるアトランタ地域においては移動手段として自動車への依存度が高く南部のロサンゼルスとも呼ばれることもある。アトランタ都市圏における平均通勤時間は全米でも最長の部類に入る。また、あまりにも自動車への依存度が高いためアトランタの交通渋滞は 全米最悪の水準である。アトランタは全米で最も大気汚染のレベルが高い都市の一つであるが、その要因として自動車による長距離通勤と交通渋滞が上げられている。これに対し、アトランタ都市圏における大気汚染のレベルを下げるため、ザクリーニエアキャンペーンという非営利団体が立ち上げられた。ザクリーニエアキャンペーンは、 通勤に使われる自動車の量を減らすために、相乗りなどの新しい通勤方法を提案したり、地域住民の健康維持のために、スモッグ警報を出したりしている。アトランタ・マルタの地下鉄自動車への依存度が高い、アトランタであるが、公共交通も整備されてきている。アトランタ・マルタは、東西線、南北線の日本の地下鉄、及び、フルトン郡、リカーブ郡、 グイネット軍にまたがる路線バスもを運営している。特に南北線は、ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港を南の起点とし、ダウンタウン、ミッドタウン、バックヘッドを縦貫し、サンディスプリングス市に至るアトランタの大動脈といえる路線である。バックヘッドの一駅南で南北線と分岐する北東支線はドラビル市へと至る。南北線と東西線は、 ダウンタウンの中心、ファイブポインツで交わる。また、アトランタ都市圏内のクレートン郡、コブ郡、グイネット郡は、アトランタマルタとは別個の郡の路線バス網をそれぞれ運営している。アムトラックの駅は、ミッドタウンの北、ブルックルとヒルズ地区にあり、ダウンタウンからはかなり離れている。この駅の周辺には、アトランタマルタの地下鉄の駅はないが、バス停はある。この駅には、 ニューヨークとニューオーリンズを結ぶ長距離列車クレセント号が停車する。上、エモリー大学したジョージア工科大学アトランタ都市圏には30以上の高等教育機関がある。中でもとりわけ知名度が高いのはアトランタ北東高にキャンパスを構えるエモリー大学である。1836年に開校したエモリー大学は メソジスト系の中規模私立大学で学部生約6000人、大学院生約4000人を抱えている。少数精鋭のリベラルアーツ教育に特に力を入れており、US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは常に上位25位以内に入る高評価を受けている。メインキャンパスの6 0トル東、エモリー大学発祥の地であるニュートン郡の 小さな町オックスフォードには創設当初の学校がエモリー大学併設の2年生リベラルアーツカレッジエモリー大学オックスフォードカレッジとして残っている。また、同学は経営学の分野においても高い評価を得ている。ミッドタウンの西にキャンパスを構えるジョージア高科大学は1885年にアトランタ、ひいては アメリカ合衆国南部に工業に根ざした経済の基盤を作るために設立された大学である。ジョージア工科大学はその名が示す通り、設立以来一貫して自然科学、技術に特化した教育を行ってきた。また、同学はスポーツにも力を入れている。ジョージア工科大学のスポーツチーム、イエロージャケッツは、近隣のクレムソン大学やフロリダ州立大学などと、 共に NCWA のディビジョン I のカンファレンス、アトランティックコーストカンファレンスに所属している。同カンファレンスは特に男女バスケットボールの激戦区として知られている。ミッドタウンという立地条件で充実した体育施設を有しているため、1996年のアトランタオリンピックでは、同学で多くの競技が行われ、また選手村にもなった。 ジョージア州立大学は1913年にジョージア工科大学の商学部を分離して設立された州立大学である。同学は明確なキャンパスを持たず、ダウンタウンの中心部、ファイブポイントの近くに校舎や施設を集中させている都市型大学である。前述のジョージア工科大学と、このジョージア州立大学、アセンズに本部を置く、ジョージア大学、およびオーガスタに立地する、 ジョージア学校の4校は、ジョージア大学システムの中でも研究を主とした大学として位置づけられている。このほかアトランタ都市圏には、オグレソープ大学、アグネス・スコット大学、クレイトン州立大学、南部工芸州立大学、ケネソー州立大学、ジョージアペリメーター大学などの4年生及び2年生の大学がキャンパスを構えている。また、アトランタは、 アトランタユニバーシティセンターと呼ばれる、かつてアフリカ系の学生に高等教育の機会を与えるために設立された大学のコンソーシアムが本部を置いている。このコンソーシアムには、アトランタ初の黒人大学として1865年に設立されたアトランタ大学に起源を持つ、クラークアトランタ大学をはじめ、モアハウス大学やスペルマン女子大学などが参加している。 アトランタの K12 課ほどは、アトランタ教育局の管轄下にある、公立学校によって支えられている。この学区は小学校58校、中学校16校、高等学校20校、チャータースクール7校を有し、4万9000人以上の児童、生徒を抱えている。また、同局は中学校、高等学校レベルのオルタナティブスクール2校、男女別学校2校、 および障害教育センターもサポートしている。また、同局は、FM ラジオ局及びテレビ局も所有、運営している。地方区部には、日本の学校法人生学院が運営する、小学校及び幼稚園、生学院アトランタ国際学校がある。ジョージア水族館2005年10月に開館した、ジョージア水族館は、世界最大の水族館である。 水量3万千トンに及ぶ、この水族館の水槽では、ジンベイザメ、シロイルカ、オニートマケエなども飼育されている。2007年5月には、リニューアルされ、水族館の近くに移転された、ワールド・オブ・コカ・コーラが開館した。ワールド・オブ・コカ・コーラでは、コカ・コーラの歴史を紹介するとともに、来館者が、世界中のコカ・コーラ社製品の試飲をできるようになっている。 ジョージア水族館やワールド・オブ・コカ・コーラの他にもアトランタには芸術や歴史をテーマにしたいくつもの美術館、博物館がある。アトランタ歴史センターは全米でも有数の歴史博物館である。ミッドタウンのウッドラフアーツセンター内に立つハイ美術館は常設展示品だけで1万1000点の作品を展示しているアトランタ随一の美術館である。 マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアが少年時代を過ごした家は国家歴史登録罪に指定されている。アトランタシクロラマは南北戦争のアトランタの戦いを描いたパノラマ絵画で同名の博物館の館内に展示されている。20世紀初めに建てられた家具王、ローズの家や風と共にサリヌの原作者、マーガレット・ミッチェルの家もそれぞれ国家歴史登録罪に指定され。 博物館になっている。子供向けの博物館としてはファーンバンク科学センターなどがある。ストーンマウンテン・ピードモントパークでは多くの祭典や文化的なイベントが行われる。ピードモントパークの隣にはアトランタ植物園がある。ダウンタウンの南東にあるアトランタ最古の公園、グラントパーク内にあるアトランタ動物園ではパンダを飼育している。 東高にそびえるストーンマウンテンは世界最大の加工岩,ンン岩壁には、ストーンウォール・ジャクソン、ロバート・ E リー、ジェファーソン・デイビスの3人の南軍将軍の肖像が浮き彫りで彫られている。アトランタで活動している演技芸術団体には、アトランタ公共楽団、アトランタオペラ、アトランタバレエ、ニュートリニティバロック、アトランタ少年合唱団などがある。 アトランタ公共楽団はウッドラフアーツセンター内にあるアトランタシンフォニーホールを本拠地としている。ターナーフィールドアトランタには MLB、NFL ML、NBA、MLR がチームを置いており、かつては NHL もあった。MLB のアトランタブレーブスは1871年に創設されたメジャーリーグ最古のチームである。発足当時はボストンに本拠を置き、チーム名も ボストン・レト・ストッキングスといった、ブレーブスがアトランタに移転したのは1966年であった。1974年には、ハンク・アーロンが当時のホーム球場であった、アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムで715本目の本塁打を放ち、ベーブ・ルースの記録を抜いた。1991年から2005年まで、1994年から1995年の、 MLB ストライキを挟んでメジャーリーグ史上最長の14シーズン連続地区優勝を果たした。その最中、1995年のワールドシリーズでクリーブランド・インディアンスを破りワールドチャンピオンに輝いた。本拠地はアトランタイ展示からアトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムを使用し、1997年からは前年に開催された。 アトランタオリンピックのメイン会場を改装し、作られたターナーフィールドを2016年まで使用。2017年からは郊外のカンバーランドにあるトゥルーイストパークを使用している。ブレイブスはニューヨークヤンキースやボストンレッドソックスと並んでメジャーリーグで最も人気のある球団の一つである。NFL のアトランタファルコンズは1965年に創設されたチームで、 創設当初からアトランタを本拠地にしている。1991年までは野球のブレーブスと同じアトランタフルトンカウンティスタジアムを本拠地としていたが、1992年から2016年まではジョージアドーム、2017年からはメルセデス・ベンツ・スタジアムをそれぞれ使用。スーパーボールには第33回と第51回に出場したが、 それぞれデンバーブロンコスニューイングランドペイトリオッツに敗れた。旧本拠地のジョージアドームでは、スーパーボールは2回、1994年と2000年に開催されたが、地元のファルコンズはいずれにも出場していない。スター選手であるマイケルビッグの登場で、人気は一気に高まった。また、ジョージアドーム及びメルセデス・ベンツ・スタジアムは、 ファルコンズのホームの試合のみならず、2014年シーズンからのカレッジフットボールプレイオフ導入に伴って6大ボールの一つとなったピーチボールの会場にもなっている。アトランタの文字が描かれたフィリップスアリーナの正面玄関 NBA のアトランタホークスは、もともとは1946年に設立されたトライシティーズ・ブラックホークスというチームで創設当初は、 アイオワ州東部のミシシッピ川下半の町、ダベンポートを中心とする都市圏を本拠地としていた。その後チームは1951年にミルウォーキー、1955年にセントルイスへと移り、1968年からアトランタに本拠を置いている。ホークスはセントルイスでプレーしていた1957年のシーズンに NBA ファイナルで優勝したが、 アトランタに移ってからは、プレーオフには出てくるものの1回戦やカンファレンス、準決勝で敗退するシーズンが続き、NBA ファイナルには出場していない。2008年には、ワンバのアトランタドリームも創設された。男子のホークス、女子のドリームともに、フィリップスアリーナを本拠地にしている。MLR のラグビー ATL は2018年に、創設されたチームで2020年。 MLR に加入して、本拠地は、ルポファミリーフィールド。またトロントアローズも MLR2021 年シーズンは、コロナの影響で、本拠地を一時的にルポファミリーフィールドへ移転。ウィニペグに、チームが移転してしまったものの、NHL のアトランタス・ラッシャーズも、フィリップス・アリーナを本拠地にしていた。アトランタス・ラッシャーズは1997年に、創設された。 新設チームの多くがそうであるように、スラッシャーズは創設以来しばらくは、低迷を続けた。2007年には、プレイオフ進出を果たしたが、長い歴史を持つニューヨークレンジャーズの前に一生も、できずに敗退した。CNN センターアトランタ都市圏のメディアマーケットは、全米の2.0%に当たる231万490世帯を、抱え、全米8位の規模である。そのため、 アトランタ都市県内には主要テレビ局の支局や CNN をはじめとするテレビ局や音楽、スポーツ、トークなど幅広いジャンルをカバーするラジオ局が多数置かれている。アトランタはケーブルテレビ番組制作の一大中心地である。テッド・ターナーはこのアトランタの地にメディア帝国を作り上げた。まずターナーは UHF のテレビ局を買収し、 ターナーブロードキャスティングシステムを設立した。ついで、ターナーは CNN を設立し、ダウンタウンの西に CNN センターという本社ビルを建てた。ターナーの会社が成長するにつれて、カートゥーンネットワーク、ブーメラン、ターナーネットワークテレビジョン、ターナーサウス、CNN インターナショナル、CNN ヘッドラインニュース、CNN エアポートネットワークなどのチャンネルを次々と開設した。 これらのチャンネルの本局もすべてアトランタに置かれた。また、ターナーとは関係がないが、ウェザーチャンネルの本部も、アトランタの北西高、コブ郡のカンバーランド、ガレリア地区に置かれている。ターナーブロードキャスティングシステムのほか、オハイオ州デートン発祥でアトランタに本社を置く、コックス社もアトランタ内外のメディア事情に大きな影響を与えている。 ケーブルテレビ事業を手掛けるコックス社の子会社コックスコミュニケーションズは全米で3番目に大きいケーブルテレビ事業者である。またコックス社はアトランタを代表する日刊誌であるアトランタジャーナルイコールコンスティテューション誌も発行している。またコックス社の主席ラジオ局である WSB は南部で最初に設立された AM ラジオ局である。 ノースアベニュー長老派協会アトランタ市内には礼拝のための施設が1000カ所以上ある。アトランタにおいては歴史的にプロテスタントの勢力が強く南部バプテスト連盟、ユナイテッドメソジスト協会、長老派協会などの教派が拠点にしてきた。しかしながら1962年にアトランタ管区が創設されてからはカトリック教会の信者も急速に増えてきている。 その背景としては、主にカトリック信者である中南米からの移民の増加が挙げられる。アトランタ管区は、バックヘッドにある、クライスト・ザ・キング大聖堂を本山にしている。米国聖公会のアトランタ教区は、ジョージア州北部全域、中部の大部分、及び西部のチャッタフーチー川流域にまたがり、その本山は、バックヘッドの聖フィリップ大聖堂である。また、 アトランタにはこのほか、アメリカ福音、ルーテル教会や、ユナイテッドチャーチオブクライストもオフィスを置いている。旧世軍は、アメリカ合衆国南部軍国の本営をアトランタに置いている。北高のサンディスプリングスには、末日聖とイエス・キリスト教会の寺院も置かれている。また、アトランタにおいては、アフリカ系アメリカ人の伝統的な教派である、ナショナルバプテスト連盟や、 アフリカンメソジスト福音協会も強い勢力を持っている。これらの宗派も含めた6つの宗派の神学校は、長教派進学センターを構成している。かつては ITG はアトランタユニバーシティセンターにも参加していた。アトランタ都市圏内には約12万人のユダヤ教徒がいると推定されている。これは全米の都市圏で11位となる規模である。また、 アトランタには35カ所のモスクがあり、約7万5000人のイスラム教徒がいると推定されている。アトランタにおけるアフリカ系住民の分布。濃い色で示されている地域ほど黒人人口率が高い。アトランタ市の人口の約6割はアフリカ系の住民で占められている。市の西部や南部は特にアフリカ系の住民が多い。一方、 アトランタ市域内でもミッドタウン以北にはアフリカ系が少なく白人が多い。アトランタを含むフルトン軍全体で見るとバックヘッドやサンディスプリングスなどを含む地北部、軍北東部は総じて裕福である一方で市南部や軍南西部には全米有数の貧困地帯が広がっている。しかし2000年代に入りアトランタの人口動態は大きく変化した。 アトランタ市内の各所でジェントリフィケーションが進んだり、それまで郊外に住んでいた白人の間で長時間の通勤を避けてダウンタウンの近くに住もうとする都心回帰の動きが見られるようになったりした結果、全米の他地域をしのぐペースで白人人口が増えてきている。こうしてアトランタ市域に戻ってきた白人は主にミッドタウンなどに住み着くようになってきている。また一方では、 アフリカ系の住民の中にも裕福なプロフェッショナル職が出てきたりしている。アトランタ市内各所で進むジェントリフィケーションや都心回帰の動きの中にあっても依然としてアトランタの都市地域は地域外にも広く散らばっている。アトランタに限らずアメリカ合衆国の主要都市ではその都市地域が地域外にも広くスプロールしている例が多いがアトランタは特にその傾向が顕著である。 アトランタの都市圏は、フルトン郡を中心に29郡にまたがり、その面積は22,602平方キロメートルに及ぶ。これは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県を合わせた面積に、ほぼ相当するほどの広さである。アトランタの市域内には、アトランタの都市圏人口の約1、10が暮らしているに過ぎない。 アメリカ合衆国統計局による2000年の推計ではアトランタの昼間人口は67万6431人を数え、夜間人口よりも25万人以上多い。昼夜人口比率は162.4%に達し、全米の地域人口25万人以上の都市の中ではワシントン DC に次いで2番目に高い値である。アトランタの都市圏よび 広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下にアトランタ市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。アトランタは以下18都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。